Jungle.武田に囲まれている長篠城と信政を救う富ヶ城山砦へ攻めかけよ。ドラム君、左の方々の言うことをよーく聞いてですよ。母上、ご心配には及びません。それから幼名呼びはそろそろやめてください。 南に兵が出てきた。織田本陣周辺が手薄。馬防柵があるとはいえ心配です。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を撃て。 徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。
へ向かうのだ。かかったな、勝つよ。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。わざと本陣の手薄をした。武田の残存兵力を阻止、殲滅するために。臆するな、山形正景と赤染め、これにあり。再び策を蹴倒す、信長の首をかっきる。奴らはなぜ死に急げ。敵将五人討ち取りました。九代の方、俺に続いてください。なあ、お娘、ちょっと出来を浮かって。わしらとてちゃんと働いとるわ。そう思うな。昔の我らもそうだった。若く一途でどうしようもなく会うな。さて、長篠町にさっさと送っちまいましょう。信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。さすがですね。徳川の前方に直政ありよ。古き者の不動もよ、生き古き時代と共に。無駄死にという人もいるかもしれない。これが武田のための最善だった。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは。かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか。こっち、簡単を禁じ得ません。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ討たん。まだ馬防柵に突っ込むか。武田武者よ、無謀なれど心が熱くなる。長篠城の守備結構硬いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。もののふの魂、この槍にて貫かん。トラムス、いいけど狭間です。新入りなんです。九代の方々に反発しては立場が。戦に九代も戸様も関係ありません。違いますか、母上。視線の痛み。最善に尽くしたまでだ。
危ないところであった。真田、侮れぬな。信長を討たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。状況の処理に不来の方々の力はいりません。俺一人で十分です。確かに強いが恐れを知らん。そして頼ることも知らん。奥平さん、功労はいただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。で突っ込んだ新入り、戦場では何が起こるかわからん。何ですかいきなり。ちゃんと結果は残しましたよ。武田はまだ終わりではない。馬場様、内藤様、攻めましょう。開門。伸びた人こうしようか。青松はまだ他の者とうまくいっておらぬ。だがゆくゆくは徳川を支える柱となろう。一つ残せない。ここは譲れない。いざ参る。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。母上はやはり俺がこれだけ戦える。母
ハウレンのおかげで、あの星小さな頃からずっと見てきたからだ。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び、再起を図ろうぞ。開門。主のために最善を尽くさず逃げるだろう。ダメすぎる。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。最善を尽くしたまでだ。やれやれ、俺も焼きが回ったもんだ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。救援行こう。自力で何とかしてみせろ。水様、これで武田も終わりぞ。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだ。なんですよ、俺の顔に何かついてますか。いや、よくぞ生き抜いたと思ってな。あれだけ好き勝手やれば普通は死ぬ。徳川が勝てばいいんです。たとえどんなに傷が増えようと。お前が傷つくのは構わんが、周りの者を巻き込むのは感心できぬ。お前を救おうとした者が討ち死にしたらどうするつもりだ、新入り。ダメです、ダメすぎます。た、忠勝さん、すいません、すいません。トラ、ナオバさん、忠勝さんになんて無礼な。父で生き残れないのは精進が足りないからです。その者が弱いからです。俺は常に徳川にとっての最善を考えて戦っています。もう突っかかってこないでください。旅の戦も見事な働きだった。それにわしの窮地も救ってくれたな。ありがたきお言葉ですが、まだまだです。一気取り逃がし、忠勝殿の助力を仰ぎましたから。相変わらず己にも厳しき男よ。
して、お主は武田の赤備えをどう見た？屈強にして勇猛果敢、戦国最強の名にふさわしい部隊でした。鉄砲を前にしても臆せず、前のめりにし、強き意志がなければあんな攻撃はできないでしょう。わしも同感よ。その戦ぶりはあっぱれというほかない。そしてあの果敢な戦い方、わしはお主の戦ぶりとよく似ていると思った。家康様、直政、お主は今より武田の赤備えを、その強き魂を継ぎ、戦国最強の名を欲しいままにせよ。はは、いいの赤備え、これからも家康様のために最善を尽くしましょう。